が出たら日光浴。おや、あなたたちでした。ひでも、おや、今回の肝試し大会は肝試し大会は、なるほどな。だったらおい、こうも自然に、まあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれない。ん、何か言ったか。お気になさらずやったぜ。肝試し大会、肝試しの場、組み分けができたら一番先。その回、その通り。商人たちは三つの勢力、おいら分かっ、一回ごとにして、ええ、三つすべて集め、豪華ごし、さあ無論、さて心配いら、おいらは肝試し大会、謙遜する。さあ三つのものの最後に友達として一つ。うーん、あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か、お前もそう、何かく。何かわかっているものができることでございましたら、鎖国連の稲妻以外の。ちょい止まった。この声はイット。まさかお前も肝だ。そりゃもちろん、うん、何があった、はあ、なのに真珠の森、あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。本当に肝試し大会に参加するのか。はあ、だいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに。その気もメンツのも、あらたけ、あの最初は理解できなくていいが、いだが、しかしシャブ業の奴らだけを頼りにし、それが原因、結局メンツシャブ業が、それそうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜだが、やなこった、頼む、やっちゃう。うもうわかった、お前のことは出発。うるさい、ひょっとして笑い声って恐怖を。おい旅人、パイモン、雑談、すぐ行く。ここが肝試し隊、オイラの気のせいか。おいパイモン、わあ、いきなり後ろから声、いやな、と今度も今さらそれに気づいたのかよ。リハース、とびっきりの、そんでお前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手、まあ、あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだ。あなたたちもそうだぞ。ええ、私には見えます、お二方の身にまとっている黒い霧から。何も知らずに、こいつ本当、今ならまだ引き返せますよ。三つまでか。ええ、焦るべから、つかの間のやす、やっとおいら、あら、でもめ、つまりいきなり仲間、イットのやつが消えて、私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもそんな、
人さん。え、あやか。ええ、ただあやかも初めて。実はそのさっきミコン。よかった、あなたたちがそばにいてくだされば。本当ですか？もし私が驚いてしまって。どうやらお会い、ちょうど試合も、その名も団子ギュッ。ともきさんから方向を示す準備が。行こうぜ。他の十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼はとある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景がだんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと、到底人には見えない奇怪な者たちがみんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまってもオイラたちはそいつを懲らしめてやる。眩しいですね。これは花火ですか？いきなり明るくなった。絶対に怪しいぞ。早くここを離れようぜ。見つけたと思ったけど違うみたいだな。他のところも探してみよう。少し休みましょうか。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか？よく見えませんが、何かが動いているようです。早く逃げろ。あれ、こちらにあるのは隣にカカシも。そんなことどうでもいい。まさか、ってことで、いただきまーす。わー、まさか、何？つまり、団子牛乳に触ったら狙っ、それもそうだな。うまいぞ。そうですね、先ほど驚よく回り、お兄様が。しかし、恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。もう少し森の中を歩き回りたいの。そうなんですね。で、心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。ではまた今度お会いしましょう。えい？あなたたちでしたか。そうだったのか。それで、いえ、特に変わり合い、私は何も怖くはなかったのですが、むしろ、ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を。でも、これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。実はここに来てから馴染みの下の砂浜へはもう行きました。先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある、あっざっと一通り、秋津遊芸という名のようでしたので。秋津羽根あす羽子板で玉を打ち、
標的に命中させるという、誠も昔空き巣跳ね遊びが好きでした。あの頃は妖怪たちはよくお祭りを。それって、そうです、残念ながら過去は放映。面白そうな遊び、もし興味があるの。先ほど私がやったでは、私は先、いえ、あなたたちでしたら、信じていますよ。それにしても、うわぁ、とにかく、第一回。行こう。どうだ、俺様の脅かし役としてのテクニック。どうしよう。おいら、ずっとお前の後ろに隠れてた、旅人、お前はどう思う？なんだと？そんな、俺様も、あいつらが、この辺りのはずだ。急げ、俺様と一緒に。来たぞ来たぞ。いた。そりゃあもちろん、あいつらが来たら揃って大こ子供っぽいやり方だな。はいはい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、あいつら今は絶対つまんねえなとか、今のあいつらはまさにむやつらの反応が追いつく前に、シッ、聞こえるか、三つ数えて一緒にと、二、一、ふわ、うわ、ま、まさか、ひょっとしてお化けだ、お化けだ。待て、もう逃げなくていい。お前にも見えたんだよ、肝試し大会の階段。お前の方が先に。なぜ本当の幽霊はすごく怖い、ふと思った。つまりあいつらも俺らのことを怖がって、冷静になってから、いやいや、そりゃあの3人は決してシャブ業側の人間。よし、戻って、でも今戻ってし、安心しろファイモン。本当か、そうだった、事件を調査するときに。いやだ、オイラも、よし、あいつらは、でも、嫌なよ。お前のことを今回奴らを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。イットのやつ、オイラたちも本当に、そうだな、でもさ、いつの間にかさっきの3人全く見当たらないな。やっぱりイットの言う通り。よく聞け、3人の臆病者め。うわあ！なんでここに人がいるんだよ！声も出さないで。そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると、他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。同じ過ちを繰り、もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間、きっと大丈夫でしょ。こんにちは。三人の悪い奴が。君たち、こんな、私に声をかけたの。ここに来るべきじゃなかった。命が惜しければ、早く離れて、同じ過ちを繰り返さないで。
帰れ。起きて、ほら起きて。よかった、無事だったみたいだね。僕に質問する前に、おいらを食べないでくれ。おいらの形絶対に取って、うわっ、映像まで。さっきの怖いやつ。怖いやつ、僕が着いた時は君たちが気を失ってここで倒れ、一体何があったの。どうやら僕の推測した通りだね。肝だ。さっき僕がどうしてここにいるの。実は僕はある依頼を。依頼？そうだよ、つい最近砂浜でお菓子。砂浜の遊び。あ、おや、どうやらあの遊びは少し前にひっそりと解放された。そしてでも砂浜には話を聞いて集まってきた見物。さらに変だったのはこ、まさか。人々、それで天領奉行はもともと近づく。でも僕、つまりアヤトのやつ、頭が切れるやつじゃなかったの。さあ、さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は彼の話によ、聞いただけ、彼が何かを隠しているのは明らかだった。しかもこの一件が原因で、ま、誰が砂浜であの、この真相が知りたい。僕のことは気にしなくていいよ、君たちも気をつけ。木の雷鳴。
ざ。
かな、かい。동Woo!
ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して、การกระจายซูมิโซWhat?
お前ら。いや、結構長い間、あいつらを。どうだ、お前らの。あったと。そうかそうか。だが、大丈夫だ。どんなプラン？しのぶのやつが、リーウェイで勉強して。そう、前回、今回、俺。まあ、お前らの方は、とりあえず前回と同じく、安心して、肝試し大会に参加すりゃいい。じゃあ。あいつ。でも、あいつの計画。これで意味不明。そうなの、肝試し大会。そうじゃないぞ。そのことで何。肝試し大会。心のおしんとした真っ暗な森の中に今あなたたち。やめろまたち。お相手の方は俺。確かにぜ。そのままの。もし試合が。ああ、もう近くにまだチームを組んでいないやつがいるかどうか確認してみようぜ。うちのことやったら第1回戦で勝ったんはあんたらやって聞いたで。めっちゃすごいやんか。実はどうやってみこいつの後ろにずっと隠れてたらいつの間にか勝ってたんだぜ。へえ、あんた見かけによらず肝試し大会の達人やねんな。そういうことやったらうちと組まへん？うちらが力合わせたら次も絶対楽に勝てるやろ。せやな。言うて うちと組んだら。どうや、うちと組まへんか？ええー、うん、よかった。安心してな。うちを選んで一気に試合を勝っ。どうやらお相手が見つかったようですね。もちろん。とにかくその名も扇っていうシャブ業の投資。さて諦めたりな。何か落ちてきたぞ。早くどっかやってくれ。ほんま？見してみ。お、オニカブトムシやん。なんかめっちゃ強そうやし、うちが持っとくわ。今度のオニカブトムシ大会はこいつらに任せよっと。そういえばなんか音聞こえへん？音？他
こらの方から聞こえるみたいなんやけど。そういや、人から聞いた話なんやけどな、一部の悪霊はほこらに封印されとって、夜になると中から叩いてくるらしいで。ほんで人が近づいたら突然飛び出してきて、近くにおった人を中に捕らえて自分の身代わりにするんやって。うわぁ、おいらに近寄らないでくれ。なんや猫か、残念やわ。生きとる悪霊が見れるかもって期待したのに。うん、よかった。おかしいな、パイモンちゃんはなんでスミレ売りになってしもたん？おい、オイラはここだぞ。あれはどう見てもオイラじゃないだろ。ん？そしたらこれ一体なんやろ。あ、飛んでしもた。逃げといて。ここならしばらく安全なはずだ。パイモンちゃん疲れてしもたん？ちょっと休め。おう、ここ、この先、道がないぞ。うわ、センスは一体どこに隠してあるんだよ。え？なんや、提灯がぎょうさんあるで。綺麗やな。でも、よう見たら、提灯が空中に浮かんどるように見えるで。一体どい…なあ見てみ、このうち綺麗な模様が描かれとるわ。これが見つかったってことはうち、うん、イットはまだ怪しいやつら。ん、なんか、あ、ありが、気にせんといて。これでもう逃げ場はないだろう。あんたら早く、逃げろって言ったのに。何を言っておる。我、もう何も言うな。そんなに食いたいなら、たとえお前の腹の中に入ったって。食べるだの食べな、イットもなんでずっと黙ってるんだよ。こい、あ、鬼バーバが見せてくれた妖怪百科にのヨウコとカッパ、それに一つ目小僧だ。そうだろ、こいつら妖怪だぜ。ようやくわかったか。おいら一目見た時からわかってたぞ。あんたは気性が荒く底知れぬ力の持ち主で、見かける妖怪すべてを丸くこねて食ってしまうっていう。そんなデタラメ。それにお前らこそずっと人をたぶらかし、俺様は見たぞ。お前らの仕業だったの。人を脅かすつもりはなかったんだ。本当か？さっきは何回も。とにかくまず理由。実は我らは祭りを妖怪たちが主催し、人も参。あ、A が言ってたやつだな。三千花祭りか。その名前なら昔の大妖怪たちが開催した賑やかな祭りだったらしい。俺様の新たぎ極上生成豪語だ。三千花祭り、それは確かに我らの夢ではあるのだが、百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まう。ご覧の通り、我らにはほんの少しの妖力。それでも我らはこの方感謝。そうだ、オイラたちは山。あいつらはオイラたちが。なるほど、気を落と。ってことは、そうだよ、伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。妖力が残り少なくなったから森に屋台を。そなたたちにずっとついてたのはその秋津幽霊って、そんなに大事なものなの？もっと美味しい食べ物の屋台。そう、実を言うと我らは今まで人間に秋津幽霊を優先して建てたのはと。あ、数百年前、三千花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。ん、
どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは、辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほー、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。人ごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。言い伝えによれば、三千花祭りは参加者を思うぞ。だからこうして祭りをやろうという時だが、本物の秋津羽遊びは、あれは僕たち、おいらたちも先日我らは、だが結局こいつらが嘘を言ってるようには見え。でもあの、そう、それから水色の鋭利な目つきであったから、おそらく。だが彼は何も。それでね、よくわからないけど、真珠の森に、秋津幽芸の方にもまた人が来るようになっ。水色の髪のあんちゃん。そういえば、ハヤトが選んだ扇も祭り用のうちわだった。なんだ、ハヤトの兄貴も肝試し大会にさ、もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか？それならこの前俺様が捕まえた鬼カブ。そっか、そういえばイットってまだハヤトの正体を。でも本当にホッとしたぞ。おい、お前らはきっと人間と遊びた。今じゃ俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。こいな、行くぞ。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。よくよく思い返してみる。また君たち。私のところですでに散々な目にあったのに、まだ近づく。今度こそ手加減はしない。へへん、もう さっきお前の仲間たちに会ったんだ。仲間？そうだぞ。お前らは外で暮らしてる妖怪たちなんだろ。お前は何の妖怪だ？まあいいや。秋津幽芸。こんなのいけないのに。もう少し我慢すれば。どうしたんだ？お腹が空いたのか？結構心配するな。イットはもうお前の仲間を連れて新しい友達を。そうだぞ、何にも心配する必要はないんだ。ほら、どっちが早くできるか見てみようぜ。勝った、ほら始める。
も当然だぜ。ほら。いいわ、見てなさい。ほぼ全部真ん中に当たってる。しかも旅目のくらむような一曲だったな。おいら頭がフラフラしてきたぞ。ルールが変わったって、君たちのような初心。そっか、よく考えてみたらお前もよっ強いわけだぜ。いいぞ、先に言っておくけど、オイラたちができないことや。願い？私は君たちと二度と会いたくない。だからこそ、私の前に二度と姿を見せないで。これは私からの最後通帳よ。次に会う。怖かったら、もうここへ来ないで。おいらたち、何か間違ったことでも、そっか。イットの方はどっ、あんた一つ目そ緊張せんでええって。うちあ、昔すっごく本番、本当ありがとう。それと失礼ですが、こちらは楓原。いかにも、様とつける必要などない。昔野外であなたの剣さばきを目にして、あの時。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の、それも神里家当主の助けがあってのこと。もしか、そんなにかしこまる、こんなにすごい人と知り合えるの。話しかけないのか。すまねえ、オイラは。そうか、変だな。俺とオイラもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話すとき、この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。あ、すまねえ。大丈夫だぞ。なあ、何の話をしてるんだ。俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めか、こん、本当に。それに、俺様が親分や。おい、イット、また嘘ついてる。みんなは気持ち。こんな時に。ひひ、教えてやるよ。稲妻の人。なんだと？誰のし。やるなら。五分。しかも羨むほどの雪。おやだー。俺様のこ、まずい。俺様としたことが、妖怪たちのことばかり気にして。親分。お前ら親分。はぁ、親分の賢明な判断を。肝試し大会マジで怖かった。幽霊、今思い返しても。ああ、ほらほら、本当はだな。だよな。そなたたちがどこへ行き、な、あ、え、いや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 、よく、お前らじゃないとしたら。そうそう、あいつお前らの仲間。お二人が会ったと。今回祭りをやりたいと思って。やかましいな。え、お前は天領奉行の。安心してよ、たとえ幽霊がいたって、君と一頭、その子分たちを連れて旅人パイモン。おう、
石場に最後のもの、羽子板。肝試し大会の最後の探し物は羽子板ってことか。どうやらあの巫女は僕たちに3周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は、まさか幽霊に連れ去られたのか。次はまさかオイラだったりしないよな。お前と離れたくないよ。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても字が少し多いな。3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した。そして羽子板は意味なんて、そりゃ僕はここにの未知は、うん、もしかしたら旅人、パイモン、最後は僕が仲間になるよ。すべての人の中で、あのゆ…うん、オイラは大丈夫だぞ。お前も…今はどうに、少し調査したい場所があるから…どこのことだ。まず、僕たちが初めて会った場所さ。君たちの話によれば、多分そこには…本当に…彼女が僕たちを待…彼女が見つからない…ひいぞ…出会う事件が多ければ、自然と怖くなくなるものさ。君たちが最初に幽霊に出会った場所はここだった。もちろんその女性が本当に幽霊なの全体を振り返りたいんだけど、その時彼女私に近づくべきじゃないって言ってた。もうそれで、それからオイラは目の前が暗くなって、頭も、それになんだかあの幽霊のも、なるほどね。ほら、映像だってもともと完全に否定してたわけじゃないよ。幽霊だとしても知性がある、オイラたちの魂、それは多分ただの脅しでしょ。うえ、なんて言えばいいかな。あ、もし僕に魂を取る、それにそんな秘密、それもそうだな。今考えられる可能性は2つだけだと思う。まずは本当に君、でももし本当に君たちが呪われてるんだ、だからこの可能性、オイラたちを、オイラたちを危険させて肝試した。あ、そっか、そんなはずないよな。じゃあなんだろう。君たちの話から考え、でもこれだけじゃ、でも you
何か手がかりはあった？オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。うん、僕も君、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも、いや、もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。邪魔し、一つ目小僧、手がかりを探していると聞いた。オイラたちも、さっき、そいつは絶対、どこかの怖い悪霊か、膨大な妖力。でも、我らは昔からこの憧れが力に限り、鎮守の森は広いからね。じゃあ君たち安心して。見てくれ、川の下流でこれを見つけた。これはなんだ？どうやら黒い布の切れ端。これは遮光布。遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく切り口が結構荒いね。木の絵？例えば、とても遮光布を木から引っ張って落とそうとした時、気にしなかったというよりは気にしてる暇がなかった。じゃあなんで遮光布の？僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を濃い、まだ荒滝派の人。僕、荒滝様の子分たちと話した時、幽霊に会ったせ。じゃあよろし、さあ。ここだ。ここを通った時、あたりが突然暗。それってオイラたちが見たのと。まずはこのあたりで前みたいに。ちょっ、木の下から中は木。炎がの何かを。隣の石の少し取って。似たような。どうやら僕たちは今ほぼ確信できるのは、君たちが、彼女は不思議な力も持ってない。小道具？そ、まず肝試し大会の当時の君たちは妖怪の3人に脅かされたと。緊張のせいで呼吸は荒くなり、彼女があらかじめ撒いていた。その瞬間、彼女は。ということは彼女の言動。おいらおた。でももう一つだけ問題がある。僕にこの剣の、これはただの小細工でできることじゃない。でももし彼女に。おいら、そうか、森の中では小道具なしに人を脅かせないが。はやっ。集団、君たちが会ったっていうその女性。我らも。いや、君たちには帰って、みんなに怖がらないよ。真相はもう浮かび上がった。わかった、何かあったら大ご。危ないことなんかない。崖に沿って探してみよう。僕の推理が間違っていなければ、一箇所だけ土の違う場所があるはずだから。分かってたわ、やっぱりここまで探しに来たのね。出た！妖怪の仲間だと思ってたのに。あいつらは。お前一体誰なんだ？なんでおいら。言ったはずよ、話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。映像。
小道具とか動かない方がいい。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし。妖力？なぜそのこと。物を拠り所に生まれる妖怪は本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れす、そして本体が壊れてしまったら、それを拠り所、物霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方がいい。ややこしいことはいいわ。自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでお前も妖怪だったら。それにそう、だからこそ、だからこそ悲しみ。妖怪たちから釜井様と物の符が知り合うお話。あの話ほん出会った時、物の符はおよそ25だった。10年後再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み遊び磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、物の符の剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかったけれど、次の再会の時、釜井様は目を疑った。物の符は弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか。自分は年じゃ、もうそれには答えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか。それもよい。物の符は全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、たったの数十年、釜井様の要望が変わることはないのに、目の前にいる旧友は老け込んでいく。出会った時の喜びも、最後には傍観者の方が冷静だと言うけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。私たちは人と寿命が異なれば性分も異なるけれど、同じ土地で生活、夢から目覚める時に残されるのは永遠の思念とどうしようもない苦痛だけ。見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わうか。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日彼らがたまたま秋津幽霊をここに置いたせいで、私は釜井様と人の物の符の話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま、だからあんなおかしなことをして。前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか。私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具でも、あいつは欲するものを貪り、悪ことを知らなかった。秋津幽霊の置物だから妖力を使って。そうだったのか。そういえばあの釜井様と侍の答えたくないならいいよ。僕、君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？数百年前、妖怪釜井と人間の侍が強い妖力の影響を受けて、そこに意識が芽生えたんだ。彼らの物語を一番近く、数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、
羽子板本体は朽ち果てる寸前。自身、それから僕の推測が正しければ、この羽子板が3戦目の目標。まったくその通り。実に面白い推理じゃ。わっぱたち、肝試し大会3戦目の勝利。ミコ、それに巫女のお姉さんまで。ごめんなさい、八重さ。どう、恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。やっぱりわざとおいら。瞳、まず戻って他の者に肝試し大会の終了を知らせよ。真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗、二人とも。じゃあね。そういえば、ミコ、羽子板を三戦目の目標として選んだってことは、千鶴のことを前から知ってたの。ミコ、八重様。音ある年の三戦花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで、あの時、何時を目にしたんじゃ。当時は確か人の姿。思い出した。あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの、先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、妖力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上に我慢しろ。人と関わるな。いつかしら。何時はそこまで力が弱っておる。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で当時私はまだこのように人になることはできなくて、二人が三戦花祭りで知り、別れの後、八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょ。私の知らないこと、一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。私たちと人との出会いになぜないと思う。何時と旅人はとても楽しかった。でも、でも理性がそれを間違った。じゃあが、何時の言う釜井と侍の話には。そんな、釜井様と人のものの不はもう二度と会わなく。しかし話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓と、やつは騒乱一心流創始者という、もう一つの。やつはその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の富永正成も釜井と親しくなった。500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。釜井が抱え、わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって、じゃが出会いによって生まれた縁西というものは戸惑うことはない。幸運矢のごとし。だからこそ見逃す。おい、サイコロたち。いっと、なんでここまで来たんだ。人々から事の経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会のこいつの正体だって知ったぜ。だから、ん、お前この間の狐女じゃねえか。なんでわらわのことは気に。よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に参戦花。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様ある時天下百鬼の王一都がみんなを。さすが。おお、本当に大丈夫な。そりゃどういう意味だ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば。あらばき様、最高。
祭りと言われればわらわが行かぬわけにも行くまい。ああ祭りを回るのは久しぶり。イットのやつたまには頼れるじゃ。ひひ祭りうまいもの、オイラの出番だぜ。ええ、祭りはもう始まってるみたいだぞ。早く行ってみようぜ。いた。それにゴロも何話して。ああ、時間さえありゃ絶対ここに。釣りわっ魚を捕まえるより釣りの方が。この前も超でっけえ魚が釣。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。ん、八重戸。そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ひなさんってのは本当に優しい。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間ん超でっけえ魚が釣れたって悩みか。まさか、まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか。ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に釣れたら魚の宴をご馳走してやるよ。あとちょっと難しいな。心配しんとき、うちの秘訣を伝授したろ。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだ。試してみ、片っぽの目一つ閉じてちょんと見。見るからに難しそうだぞ。でもヨイミヤ姉さん、僕が目を一つ閉じるとな。ラーメン美味しい。そうですね。あやかは普段ラーメンをあまり食べないのか。あ、脂っこく塩分も多いからと周りに食べる機会を制限されてしまうのです。大変ね。うんうん、だからあやかはケーキを鍋に。はあ、それは忘れ。ふう、お腹いっぱい。そういえば昔の妖怪たちの末。話せば長くなるけど、ヨーヨーを一つも釣れなかったなんて。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。欲しそうに見えたから。オイラも欲しいぞ。じゃあ今度。やったー。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからって露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？ダメなら。はいはい。暑い、干からびそう。そんなに近づかずも。わかってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり。この世には美しき風景が山ほどある。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ。ここで何が起こったのか事前に教えると友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が、あの子も今回の計画は実に順調じゃった。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。では、すっごっ、本物の三千花祭りは
今よりも100倍にぎやかじゃ。友人と回る祭りの方が楽しい。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたい。そうなのか？なんだ。また見抜かれるとは。何でもわかるのではない。ただ旅人、今時間は。ここにしましょう。実はね、初めて自分が人に化けられるってわ。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。祭りに参加したかったし、人とと。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いたもののふが羽子板を置いた時の苦笑いや孤独な釜井様が。考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を。ごめんなさい。初対面の時からわけのわからない花。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに。そうね。でも多分私は自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んで。この前の秋津遊戯、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えても。あの時私が願ったことはもう二度とは。結局あなたたちは私を見つけ出した。そうね。じゃあ私を覚えていてほしい。今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀は技を支え、匠は宝を有す。こののどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。私って欲張りですね。刀は技を支え、匠は宝を有す。
これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。刀は技を支え、匠は宝を有す。この のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。私って欲張りですね。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。私って欲張りですね。มีอะไรให้ดูThank you.
私は精神と共にあれ。共にあれ。動くべき。形は精神と共にあれ。形は精神と共にあれ。
てもいいのよ。Thank you.
Bye.
が。ทุ่มกำแพงป้องกันได้หนึ่งThank you.
ティバー。うしない。来一片草。儚い人生の中で一瞬の暇を得たというやつだ。
の天柱柱に分け与えられる。みたいに暇だとあれこれ考えてしまう。嫌なことを思い出した。
のパトロールはここに行ってからこっちに曲がる。字が